スノーキーこと小手川幸也です。今週の株為替暗号資産材料振り返り、そして来週の戦略動画ということで、今週金曜日までの材料ニュースを画面に表示しております。個人的に気になったのが、ソフトバンクグループの直近四半期の赤字額が過去最大の3兆円超ということで、数年前に孫さんがソフトバンクの売上だったか利益だったかが豆腐のように1兆2兆とそんな大きな数字になるようにしたいというのを株主総会で言ってたのを記憶してるんですけども、赤字の方も豆腐のように1兆2兆3兆円。ただまあこれ会計上の数字だと思います。はい。あとはトランプ前大統領の、別荘に家宅捜索。あとこちらも気になったのが、ステップンが、LINE ブロックチェーンと提携ということで、私保有している暗号資産の LN リンクの材料として見られるのかどうか。あと FX プライムさんが CFD サービス開始へ、私のブログと限定タイプキャンペーン開催中です。現在の保有ポジションは先週末と変わらずで、ループ普段スイス円の売りはレンジ抜けしている状態です。はい。で、まず株の方ですね。いや、日経225冷やしチャート前回高値を上抜けました。しかも窓を開けての大陽線、ちょっと下髭のついた大陽線。はい。ということで週明けも、期待ができそうなんですけども、どうでしょうか。で、アメリカの方ニューヨークダウを見ると、はい、上昇して上がっているので、おそらく月曜日日本の株式市場も、まあ、高く寄りついて、その後どうなるかっていう展開になるのかなと思います。はい。ナスダックの方もここのサポレージ抜けて上に上がってきて、 S&P500 の方も、勢いよく上がってきております。はい。こちらはチャートだけ。そしてビットコインが、株が下がった時は、釣られて下がるんですけども、ちょっと物足りないかなと。ここら辺りまでは上がってて欲しかったんですけども、ただイーサリアムが、まあ、底値から見ると結構上がっていて強いようです。ちょっとチャート見てません。はい。で、米ドル円冷やしチャートです。先週末、まあ、米ドル円とか対円通貨ペアはやや強気にしていました。週を通してみると、ちょっと下げてるのかな。はい。下に行ってから、まあ、買い戻し入って、まあ、おそらくこの辺りでの揉み合いかなと思います。また、高値を追っていくよりもちょっと揉み合って、その後どうなるかっていう展開かなと思っております。はい。ユーロ円なんかも反発しそうで、なかなかという感じで、はい。ポンド円の方も、少し下落、週を通してみると少し下落です。で、ユーロドル、まあ、おそらく揉み合いじゃないかにしてたんですけども、まあ、揉み合いずつちょっとだけ上昇っていうところですかね。まあ、相変わらずこんな状況が続くのかなと。はい。A ポンドドルの方も、まあ、揉み合いなんですけども、一応ダブルトップのような形になってきているので、どうかと。で、ユーロ A ポンドの方が、やや A ポンド買いに動きそうな、また雰囲気になってきました。上髭出して下がり、上髭出して下がり、そしてまた上髭が出たので、どうなるかっていうところですね。はい。で、人民元はチャートだけ。5ドル円、オセアニア通貨が結構強いですね。はい。週を通して結構上昇しております。さあ、ここら辺りは抜いて、果たしてここよりも上に行けるのかどうか。ニュージーランドドル円も強い。はい。ね、ここでいつも下がっていたラインにそろそろ到達するんですけども、上に行けるかどうかっていうところです。前回高値がここですね、87円ぐらい。5ドルニュージーランドルは、まあ、あまり変わらずかな。相変わらずコアレンジより上での揉み合いが続いております。私のループ船設定では、5ドルニュージーランドドルの売りが今、直近の稼ぎ頭となっています。はい。で、カナダドル円。まあ、こちらもなんか、横ばいというか、揉み合いですね。はい。で、原油の方ですね。原油ここの、サポート抜けて、その後また、買い戻しが入って、ただここを上には抜けられない。まあ、おそらくこの辺りでもここ揉み合い続きそうなんですけども、どうでしょうか。まあ、株が上がったらね、連動して上がることもあるんですけども、というところですね。はい。トルコリラ円。まあ、大きく動かない状態が続いております。はい。メキシコペソ円はやっぱりここは買いのチャンスでしたね。ということで、元で30万円の資金例などなどは動画概要欄に貼っております。そして南アフリカランド円、なかなか割らないラインを割ったところ、やっぱりいい買い場だったのかなということで、こちらも元で30万資金での例は動画概要欄に URL 貼っております。来週の重要指標は、日本の GDP 速報と、そして、ニュージーランド中銀政策金利発表。ここおそらく利上げなんで、ここでまた5ドルニュージーランドドルが
動くのかどうか、そしてトルコ中銀政策金利発表、こちら据え置き予想なんですけども、いつもね政策金利発表前って、トルコリラ売られる傾向にあるんで、果たして、今回もどうなのかというところが注目ポイントです。スノーキーの来週の戦略です。米ドル円、そしてクロス円はやや強気なんですけど、米ドル円もみ合い、上にも下にも抜けないんじゃないかなと見ております。はい。で、ユーロドル、ポンドドルは、もみ合い、ただ突然急にポーンとね大きな陽線上にスルスルと抜けていくという可能性はあるかなとは思います。はい。雰囲気が急に良くなってきてリスクオンになってきました。さあ株価どこまで上がるのか、そして暗号資産ビットコインなどがついていけるのかどうかっていうところですね。これらあくまでの私の個人的な考えなので、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。はい。そして限定タイアップキャンペーンいろいろやっていて、直近はやっぱりねメキシコペソ円スワップポイントの高いセントラル端子 FX さん、 JFX さん、そして広瀬通商さんあたりが人気で、あと暗号資産の方が先日よりコビジャパンの、紹介、復活しました。あとこれプラスですね、1100円分の、暗号資産買えるトライアル金キャンペーンとか、あと、ジャスミーとか OMG のキャンペーン別途やってて、これ上乗せとかできるんで、ぜひぜひこちら興味のある方見てみてください。はい。ということで今週はちょっとババッとお送りしましたけども、以上です。 YouTube チャンネル登録、そしてこの動画の評価お願いいたします。今回雑談はなしでいきます。